ユンカー。ユンカーは、エルベガワイ島の東部ドイツの地主貴族を指す言葉で、ある。エルベガワイ島に領地を持つ、中世の騎士たちが直接に農地経営に乗り出すようになったことに始まる。彼らは、領地内に直営農地を所有して、自身もそこで暮らすというグーツヘルシャフト、ガチャーシャフトと呼ばれる、領地経営を行うようになった。また農民に不益を貸し、 さらに、領主裁判権、警察権を行使することで農民を強力に支配した。領主が時代取得者に過ぎず、直接に農地経営しないウルントヘルシャフトと呼ばれる領地経営を行い、領主裁判権も持たない西部ドイツの貴族とは対照的な存在であり、農地が豊かな東部ドイツ特有の貴族であった。ユンカーは18世紀以降には、 プロイセン王国の貴族階級の中心になり、プロイセンの将校と官僚を独占するようになった。19世紀初頭の農地改革で、農土制が廃止されたことで、もともと不益労働、無賃金労働、農土労働を前提としていたグーツヘルシャフトは、賃金を支払う、資本主義的なユンカー経営に転換さていった。この時の農地改革で、土地売買が自由化されたことで、 富裕な市民や農民が、貴族から騎士料を買い取るケースも増えた。買い取った彼らがユンカーとなる場合もあった。19世紀後半頃から経済的に苦しくなる、ユンカーが増え星化を強めた。帝政崩壊後、バイマル共和制、ナチス政権には、ユンカーは、旧時代の残詞として礼遇されるようになっていったが、農地改革や、 軍の気候改革は行われなかったためユンカーの影響力は残った。第二次世界大戦後、東部ドイツを占領したソ連赤軍が徹底的な農地改革を行った結果、ユンカーも完全に解体された。もともとは若い貴族という意味だったが、やがて貴族の性格、特に貴族の傲願不尊な態度を批判的に表す言葉として使われることが多くなった。 1840年以降ごろからエルベガワイ島の地主の特色を指す言葉となっていった。12世紀から13世紀にかけてエルベガワイ島へのドイツ農民の東方植民が盛んになった。その農業は当初西部ドイツのクルントヘルシャフトと変わらぬ方法で運営され、農民には大きな自由があり、土地移動や職業変更も認められていた。農民は 事故の土地に、世襲の所有権を持ち、自らの社会の内部から尊重を出して、その裁判権に服していた。農民に課せられた義務は領主に、時代、君主である、ブランデンブルク返境博に税金と年に、数日程度の不益を提供することだけであった。領主は、返境博のご領地である場合を除けば、返境博に、領地を与えられた、下級貴族の騎士であることが多かった。 騎士は領地を頂戴する代わりに、偏教伯に戦時奉仕義務を負っていた。彼らがユンカーの先祖である。14世紀から15世紀には相次ぐ戦争で君主が財政難に陥り、それによって力を落とした君主に代わって貴族が台頭した。ブランデンブルクでも領主が裁判権や不液権を獲得し、領主たちが農民を直接支配するようになった。不液も 領主個人の私的目的のために乱用されることが多くなった。ペストの大流行で農民の数が減少し、領主も収入を得るのが難しくなり、農民が都市に出ないよう土地に縛り付けることも多くなった。こうして15世紀からエルベガワイ島では、貴族権力の強化と農民の地位の低下が見られるようになり、16世紀以降にはその傾向が一気に加速した。 16世紀には海洋国オランダとイングランドを中心に都市が栄え、都市で穀物の需要が増加した。その供給地たる東ヨーロッパにとっては利益を上げるチャンスだった。プロイセン貴族たちもこの波に乗るべく自ら農業経営に乗り出していった。また、軍事の有様が騎士の戦時奉仕から傭兵からなる常備軍へと移行したことで、 貴族たちが騎士としての役割から解放されて、農業経営に専念できるようになったこともそれを、後押ししていた。こうしてエルベガイ島に領地を持つ貴族たちは、近代的な農業経営者たる、ユンカーに変貌していった。彼らの直営農業地をグーツヘルシャフトと呼ぶ。中央の国王が、絶対的権力を握る17世紀の、絶対王政の時代にもユンカーは、 グーツヘルシャフトにおける権力を維持した。絶対主義の時代に、ユンカーのグーツヘルシャフト体制は、完成を見た。ユンカーは都市に頼らずに、外国の商人と自由に取引するようになり、ますます大規模農業生産を行うようになっていた。ユンカーは30年戦争で荒廃した土地や、農民の土地を、次々と並行して、直営地増やしていった。 ユンカーの農民支配も一層強化され、農民の農地所有権は、わずかな自由農民を除けば、ユンカーの意思で簡単に取り上げられてしまうようになった。また農民は、ユンカーの許可なく、結婚や移住、職業変更を許されず、農民への不益もどんどん増やされ、週2日から5日の労働を課せられるのが一般的になった。また農民は子供を3年程度ユンカーに、 方向人として提供することを義務付けられるようになった。さらにユンカーは国とは別に領主裁判権や領主警察権を有しており、農民たちにとってはユンカーが第一審であった。またユンカーは領内の教会に対して保護、貢献権を有していたが、当時の教会は学校を掌握していたので、ユンカーが教育を通じて農民を精神的に支配した。 ユンカーは領内に国王など上からの権力が介入してくることを極力避けようとしたため、農民にとってユンカーは唯一の支配者となっていった。ユンカーたちは軍、クライスという単位でまとまっていた。軍にはユンカーのみで構成される軍議会が存在し、軍議会から選出されたユンカーが国王から任命されて軍長を務めた。軍長は 国王とユンカーたちの利害の調整者であった。18世紀の絶対王政時代に、プロイセンではユンカーが、軍の将校、行政府の官僚を占めるようになった、特に将校。フリードリヒビルヘルム一世の政策の結果であったが、ユンカーにとっても、次男三男坊の就職先として便利であった。1806年時点で、プロイセン将校の数は7000人から8000人だが、 そのうち平民は700人未満であり、他はユンカーをはじめとする貴族出身者だった。軍隊は王権の支柱であり、これによりプロイセン国王とユンカーの間には口述する領地介入をめぐる対立関係だけでなく一体化も進んでいった。国王にとって農民は租税を支払い、兵役を提供する者たちであったから18世紀になると王権は、 グーツヘルシャフトの農民に経済的、社会的地位の改善を図ろうとしたが、ユンカーたちが猛反対したため挫折した。それでも1749年の農民追放禁止令、ユンカーが農民の農地を募集した場合には、ユンカーの直営地にするのではなく、別の農民をそこに置かねばならないという内容は、農民保護に効果を上げ、ユンカーによる農民追放に一定の歯止めがかけられた。 また、プロイセンの軍事国家化によって、農民の子供が次々と兵隊に取られたが、彼らは農村に帰っても身分的には兵士であり、軍事裁判権に属したため、ユンカーの領主裁判権は制限されざるを得なかった。だが18世紀の間は、グーツヘルシャフトの基本体制は維持され続けた。19世紀初頭、プロイセンはナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍に敗北し、 エルベ川ワ勢の領土を喪失した。プロイセンは、早急に近代化して生まれ変わる必要性に迫られ、改革が推し進められることになった。その一つが、農民解放であり、これによりグーツヘルシャフトのあり方も大きく変わった。土地売買の自由、職業選択の自由、土地の分割と統合の自由、霊能性の廃止、農民の土地所有権の保護、また、不益の焼却。 領主に対して農地の一部や焼却金などの保証を差し出すことで、不益をなくことができるなどが認められた。しかしこれは、ユンカーの力を低下させるものではなく、ユンカーにとっても焼却によって、直営農地をさらに拡大できたので悪い話ではなかった。またユンカーの領主裁判権や領主警察権は、そのまま温存された。 軍議会にユンカーだけでなく農民代表も出席できるようにするという改革も計画されたが、これはユンカーの猛反対によって挫折している。ユンカーは直営農地、騎士量をさらに拡大しつつ、霊能の不益による農業経営から賃金が支払われる農業労働者を用いた農業経営へと転換させていき、農業の資本主義化、合理化を図っていった。 一方で、土地売買自由化によって、裕福な市民や農民が、ユンカーから騎士料を買い取るケースも増えた。1850年の時点で12,339の騎士料のうち貴族、ユンカー所有は57%程度になっていた。1848年革命の際に、ユンカーの領主裁判権が廃止され、ついで、ドイツ統一後の1872年に、 両主警察権が廃止された。ユンカーは、ドイツ統一には、消極的だった。だが統一の中心人物だったプロイセン最小、オット・フォンビスマルクは、ユンカーの出身だった。ドイツ帝国の樹立後、ユンカーは、軍や中央艦長の中で一層影響力を拡大させた。19世紀末頃から、穀物価格の下落と、急速な工業化に伴ってユンカーは、 経済的に苦しくなったが、それが彼らを一層保守的にした。二十世紀前期の共和制時代、バイマル共和制、ナチス政権期にも抜本的な農地改革や軍の気候改革は行われなかったため、ユンカーは影響力を残した。軍の中枢分も独占し続けた。しかし、第二次世界大戦後にドイツ東部がソ連赤軍に占領されたことで、 徹底的な農地改革が行われ、ユンカーも完全に解体されるに至った。それに伴い、ユンカーの邸宅の多くが破壊された。国外へ亡命を余儀なくされた元ユンカーたちは1990年のドイツ再統一に伴って帰国し、一部はソ連に奪われた元領地の回復を試みた。しかし、ドイツの司法当局はドイツ最終規定条約を根拠とし、 ソ連による農地解放を指示する形で、元ユンカーたちの訴えを却下し、2006年9月にエルンスト・アウグスト・フォン・ハノーファーが負けしたのを最後に、訴訟の動きはやんだ。その後も名誉回復の請願が行われたが、2008年にドイツ連邦議会により却下されている。しかし、一部の元ユンカーは、元領土を買い戻したり、残されていた邸宅を、現在の所有者から借りるなどしている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。